こんにちは、ことです。レンです。僕たちサークル、チャンネル登録者数5万人までね、はい、あと、もう数百人です。もうちょいです。お願いします。ちなみに、あんままだ言えないんですけど、5万人いったら日頃の感謝を込めて、なんかプレゼント視聴者さんにしよっかな、みたいな。あるかもよ。もあるんで、早く欲しい方は、友達にお勧めしてください。はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、本日はサムネにもある通りね、はい、なんと元 B リーガーで、はい、今はね、スキル向上やられている方に、一応もうプロになるために必要なスキルっていうところに注目して、なるほど。教えていただくっていう話になってるんで、はい。もうやっぱその元 B リーガーなんで、その試合で実際にその B リーグの、まあ、上手い選手とかがどんなスキルを使ってたとかだとか、やっぱいろんな本当にためになる話聞けると思うんで、その B リーグでやってたスキルも教えてもらえるってことですね。そういうことだね。ちょっと楽しみっすね。楽しみっすね。で、その前に、はい、サクバッチョガイ、おめでとうございます。おめでとうございます。今回は僕がちょっとね、行かせていただきます。早速行きます。こちらのバッチです。バーン。はいはいはい。渋ない？こっち攻めてくるんだ。こっちちょっと攻めよっかなって思ってきた。なるほどね。うん、コンバースだ。攻めさせていただいた。コンバースのバッシュは相当珍しいっすね。うん。しかもこれ NBA 選手のね、シェイ、まあ SGA っすね。はい、別名。SGA が履いてるモデルになります。カナダの代表にも入っていて、すごい、ね。その時の着用からこちらです。なるほど。やっぱコンバースもね、もう結局でもさ、NBA 選手が入ったら何でもかっこいいじゃん。あ、そうね。実際。カナダだからやっぱ赤なんだ。そうね。しかもこれ日本じゃ売ってないです。なあまあちょっとなんかどこで買えるよみたいなのあったら、ちょっとぜひコメント欄で教えてください。お願いします。で、他にもね、僕私こんなの履いてますよとかね、この場所紹介してくれよとかあればね、コメント欄でぜひよろしくお願いします。お願いします。ということで本編、3、2、1、いってらっしゃい。バイ。はい、ということでね、到着しました。到着しました。久々に。久々の品川だね、YouTube は。だいぶ。今日はオープニングでも話したんですけど、元ね、はい、B リーガーで、今スキルコーチをやられている方に、ちょっとお越しいただいたんで。はい、すごいっすよ。今日、香川県から来ていただいてるんで。いや、もう、すごいよ。四国だよ、ね。四国だよ。でもさ、香川ってさ、あれじゃない、渡辺裕太って香川出身。そうだね。あ、違う。あの人出身、横浜だ。え、そうなの。香川出身で。あ、香川出身なんですか。高校も、そうですよね。香川です。ということで、高校も出身の香川県になってるということで、ちょっとじゃあお呼びしたいと思います。はい。こちらの方です。どうも、堀田大輝でございます。よろしくお願いします。堀田大輝さんです。お願いします。じゃあ、堀田さんはもともと、香川ファイブアローズっていうその B リーグのチームに所属されていたんで、もう、元 B リーガーだから。インスタとか見るんですけど、めちゃくちゃうまいっす。マジでうまい。一応今回堀田さんに僕らがワークアウト、はい、スキルをいろいろ教えていただくんですけど、要はそのプロにまあなるために必要なスキルっていうところにちょっと、はい、今回は焦点当てて、はい、やっていきますんで。俺たちもプロ目指した感じだ。そうだね。ちょっとこの 2,3 時間だけちょっと目指させていただいてで僕らのチャンネルプロを目指してる子とかもいっぱいいると思うじゃん。なので今日この動画見ていただいて、あと堀田さんは一応香川県と高知県でね、スキル教えてるんで、今日の動画見てね、また実際に堀田さんのワーカード受けたいってなった方はね、概要欄に詳細貼っとくので、ぜひチェックよろしくお願いします。お願いします。お願いします。ということで、じゃあ皆さんプロになる準備できましたか？やっていきましょう。やっていきましょう。最初はウォーミングアップで、これ毎回プロの時やってたんですけど、ラダーをやります。はい。はい。でラダーをやる意味としては、はい、オフェンス、ディフェンスの切り替えが多いじゃないですか、はい、その切り替えが速くなったり、効果的にオフェンスの時にこうジャブを出して、ディフェンスをこう揺さぶれるので、非常にいい練習なので、はい、やっていきたいと思います。やっていってください。ちなみにマジラダーなんですけど、これ僕も現役の時マジ毎日やってて、はい、成長速度がやばいです、ラダーは。瞬発力が速くないです。そう、もう全部のバスケのスキル上手くなるんで、ラダーマジやった方がいいです。NBA 選手も普通にやってるんだよ。やってるね。じゃあまず3、4、簡単な、はい、なかなか外、はい、なかなか外でドリブルつきながら、ドリブルは強く速く3歩やって、普通にレイアップで。なるほど、はい、早い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 、いいよ。次いいね。4歩か、ここからないのあって。4歩なかなか外、なかなか外、外。はいはいはい。1234、1234、1234。
なるほど。いけるっすか？顔顔久々のきついわアップでバンドリー、クロス、ジャブ、はい、戻す、バンドリー、クロス、ジャブ、はあはあ、ジャブで相手を反応させてからバンドリー、ジャブ、バンドリー、クロス、ジャブ。なるほど。ちょっと君、リズムがこれやったら1回のフェイクになるんですよ。はい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 、クロス、ジャブで2回のフェイクになる。クロス、ジャブ、ワンドリ、クロス、ジャブ。なるほど。あ、そう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 、そう。ちょっとなんかぎこちないな。ぎこちないんだよな。外側でレフトしてジャブ、はい、反応させてもう1回クロス、はい、バンドリレッグじゃん。あ、おお、なるほど。はいはい。いや、なんかもうすでにこのアップの段階でもうなんかやったことないメニューなんで、うん、今までで。あるね。いや、ないっす。てか、なんかラダーやりながらフェイクも入っちゃってるからね。そう。もうなんかもう上手くなった気がした、俺も。言い過ぎた？うん、じゃあ、そうそう。そう。そう。おお。で、最後じゃん。バックジャブ、モードス、バックジャブ。なるほど。やっぱ早いね。早いね。そう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 。そう。はいはいはい。オッケー。おお。アップはこんなもんで。オッケーです。とりあえずアップこんなもんで。どうでした？最初のアップは。マジで本当にちょっとしかやってないじゃん。そうね。体もめっちゃ温まったし、うん、バスケでやっぱそのタイミング、はいはいはい、いつスピード出すかとか大事じゃないですか。そうね。そういう、まあ、ジャブフェイクとか結構、うん、シンプルにアップっていうより練習になったっす。そうね。ツーボールでいきます。はい。で、ツーボールやる理由としては両方同時に鍛えられる、だから時間短縮にもなりますし、まあでもそのワンボールと比べたら難易度はアップするんで。そうです。ワンボールが完璧にできたら2ボールチャレンジしてみてください。なるほど。完璧にできたってことで2ボール。そうです。ちょっとトレーニングしてちょっと待って緊張しちゃって。でもレン君あれっすよね、よく2ドリブルしながらトリックショットみたいな、ね、動画上げてるじゃないですか。2、3年前だから今できるか分かんないですけどちょっとやってみたいと思います。お願いします。じゃあまず簡単なやつで腰の高さでドリブル、はい、僕が手を叩いたらローで、腰の高さでドリブルつくときは手のひら全体で強く押す、はい、で、ロー、引くときは指先でタップの繰り返しで。了解です。いきます。よーい、はい、ロー、そう弱い弱い弱い、これむずい。次ちょっと難易度上げて。どうしたんですか。ちょっとめっちゃ疲れるっすこれ。いやもちろん疲れるっすよ。いや練習は疲れるもんっすよ。レン君確かに頑張ります。次ちょっと難易度上げます。交互について2回1、2、1、2、ゆっくりやったこの1、2、1、2。そうそう、それ早くやったら、おお、あ、そう、うまい、わうまい。いや、でもこれむずい。うま、全然できてるけど。うまい。これなんか普通はあれじゃ、なんか普通はみんな絶対できません。絶対できない。絶対できない。天才ですね。トリックショットいや、これでもめちゃくちゃむずいです。てか、その、こんなんもうすでにやったことないよね。やったことない、これ、ツードリブルで。これはもっと難しくないらしいので。ちょっと待って。怖いね、もう。さっきの応用で、さっき2回1、2、1、2って小さいドリブルついたじゃないですか。はい、それを連続で1、2、1。やばいやばい。めちゃくちゃドリブルうまいっすけど。やばいよ。お、
まい。これだからなんかあの片方ついてる間に片方のボールはなんかその ポケットか、ね、ポケットに入れて次早く落とすっていうのを繰り返す。人の練習いいっすよ全然。おお。あれそのさドリブル2回目をさめっちゃ強くついてさ上までさ弾かせればいいんじゃん。次行きましょうちょっとだけ簡単にして、はい、リズム変えて2回1回同時1回落とす同時1回落とす。あーなるほど。お同時の時にこっちなるべく溜めて1回早く落とす。こういうことか。そうダウン。そう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 。リズム変えて2、1、2、1。やばい、むずい。あ、ダメだ。やった感あるな、これできんかった。ちょっともう一回行くな。悔しいね。おお。さすが。さすが。これはリズム作るのめちゃくちゃむずい。これ上手くなったらそのオフェンスのリズムもなんかディフェンスが止めづらいような動きに。小太郎さんみたいなやっぱ動きになる。ちょっと今いじってましたよね今。次っていいですか。お願いします。次ちょっと難しくてボール1個落として落とした瞬間に逆のボールをチェンジ。まずこれした後こっち手開くじゃないですか。こっちの手で2回タッチ。2回タッチ。1、2、1、2、1、2。見てる人分かんないと思うんですけど多分相当むずい。これむずそうだね。ちょっと待って、マジむずい。タンタン。そう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 。こういう感じですか。おお、うまい。おお。いや最初マジむずい。次あと2つぐらい。まずい。インアウト。これ前のこれ簡単ですよ。内側に来たボールをこれ中に入れます。中に入れたらこっちが次内側になるじゃないですか。それこっちを入れる。あ、入れる入れる。あ、カリーがよくやってる。アップで。あ、これですか。はい。そう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 。これか。それで5回目、1、2、3、4、5回目両方入れる。おお。おお。ボーナスだボーナス。やっす。いいよ。そう。うまっ。おお。痛い痛い痛い。僕より上手くなりますこれ。うまい。おお。いけました。さすが。そう悔しい。じゃあラスト。お願いします。よくよくね。交互について、はい、まずどっちかのボールをチェンジ。チェンジした瞬間にチェンジ。チェンジした瞬間にチェンジしたら逆の手取る。これね、まずフロント連続でフロントレッグバック。え1、2、3。ちょっと待った。1、2、3。あっこれどうやってやんのマジで。ちょっとじゃあ行ってみます。お願いします。連続でフロントレッグバックいきます。おうまい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 。あ、違う。ちょっと違う。オッケー。おうまい。こういうことだ。そういうことだ。いやでもあんな早くはできない。いやめちゃくちゃ良かったっす。2ボールはプロ選手が毎日アップでやってるんで、はい、ぜひプロを目指す方はチャレンジしてみてくださいね。シュートをやっていきます、はい、でシュートって手とか足もめっちゃ大事なんですけど、僕が大事だと思ってるのは抜いた後のこのキャッチが一番大事だと思ってるんですよ、はい、このキャッチがファンブルしてしまったら絶対シュートパーセンテージって差があるんで、はい、このキャッチの練習をしたいと思います、はい、まずめっちゃ簡単でボール真下に2回つきます。これファンブルです。これファンブル。2回思い切りついて2回目でジャンプストップ、そのままシュート。これだけドンドンキャッチシュート。キャッチした時にここで止まったらこれフリースローの練習と同じなんです。はい、だからしっかりジャンプ下の力を連動させてもう上に取る。思いっきりぶつつけて。そうキモいな。なんかジャンプシュート彼打たないからちょっとキモいんだよ。こっちちょっと一回やってみます。さあ、あーうまい。
一人日本行きましょう、日本思いっきり、思いっきり使うとファンブルの練習ならんので、そうなるほど。ちょっと違う。思いっきりあ、うまい。オッケー。次は今全部正面からこうキャッチしたじゃないですか、はい、次は横から右左右キャッチシュート。ああ、どうなったらダメ。半分しました。そう、なるほどね。一発でキャッチ。そう、のスイングをこう速く、やっぱこのジャブのスイングの練習にもなるんで、しっかりここ速く。OK。次はちょっと難しくして、ハンドリングプラスキャッチの練習で、はい、レッグキャッチ、レッグキャッチ、レッグキャッチシュート。なるほど。できるだけここ速く、はい、これゆっくりやっても意味ないんで、はい、簡単にキャッチできるんでスピードでやる。ハンブルだね。うまい。うまい。足技強いんすよ。俺結構レッグからドライブ多いんで。これ結構使う。お。なるほどね。やばい、ハンブル。最後。レッグからシュート打つ人とか今の練習めちゃくちゃためになると思います。これはまあプロ選手が毎日アップとかでやってるんで、はい、スリーポイントってやっぱかっこいいじゃないですか、はい、でも最初からスリーポイントを打つんじゃなくて、この近く の, この基礎練習、はい、キャッチの練習をしっかりやって、まずはこのシュートフォームをまあこうしてこうしてそうしてそうです。なるほど。プロの B リーグのチームの中でも、はい、シュートが、スリーポイントが得意な人とか、はい、ドリブルが得意な人とか、はい、いるじゃないですか。そのシュートが上手い人って、特徴みたいな、特徴、なんかありますか、まあ、さっき言ったように、キャッチがしっかりできてるのと、はい、体の下からの連動、ボールに伝えるのがめちゃめちゃ上手いっていう。じゃあ本当にキャッチはもう重要なんで、この練習皆さん、もう今日からやってください。やってみてください。マジでシュート入るようになる。お願いします。1対1でめちゃめちゃ使えるスキルを紹介したいと思います。はいはい、40度コードからやるんですけど、はい、普通にレッグしてまずここでジャブフェイクを入れます。はい、入れて相手を反応させてもう一回レッグで抜くんですけど、ジャブ、はい、ああなるほど。でレッグジャブで反応するじゃないですか、はい、ここ次のレッグがここホップで飛んでしまったらワンテンポ遅れるんですよ。はい、だから2つ目のレッグジャブした後後ろ足を前に持ってくる。飛ばない。これよくクリス・ポールとかがめちゃめちゃやるんですけど。そうですよね。めっちゃ使えるんでちょっとやってみます。おお、そうおお、レッグしてジャブした後次レッグ前持ってくるじゃないですか。はい、このドリブルを後ろから前しっかり持ってくる。ボールを取られないためって感じですかね。そうですね。ポケットに1回入れて取られるのを防いでから前に加速する。はい、なるほど。ダンダンダン、そう、おー。で今の場合って、はい、ここでスコーンって抜けた場合じゃないですか。はい、でもそういう場面ってあんま少ないじゃないですか。はい、抜こうとしたらずれたけど絶対並走されるじゃないですか、ここで。はい、でここで今スピードでいってるわけであって、はい、鬼ごっこと一緒でスピードから止まることでやっぱズレができるんですよ、バスケットって。はいはい、常にダーってスピードでいってもやっぱ限界があるんで、はい、次は横に並走された時に止まるスキルを紹介します。はいはい、おレッグ、ジャブ、レッグで抜こうとして並走されたヘビーステップ。じゃあヘビーステップの紹介します。はい、でめちゃめちゃ簡単で、ボールと同じ方の足をゆっくり上げる、これだけです。はい、でこれで減速できてるんですよ。はい、リズム変わって、はい、
で次今ゆっくりじゃないですか、はい、次どうしたら抜けますか。スピードを上げる、スピード上げるじゃないですか、はい、その時にゆっくり足上げてスピード上げる時つま先の位置をにして母子球で蹴る。うーん、要はもうポイントとしては最初ジャブ入れてついてこられた、ついてこられてヘビー、そう上のレベル上がれば上がるほどそのディフェンスのなんかもう置き去りみたいなって絶対なくなってくるんで、もう絶対そのズレ作れてもディフェンスは並走してくるっていうのがもう当たり前になってくるんで、そういった中でそのスピードの中でこのヘビーステップ使って、ディフェンスのタイミングをずらしてゆっくりにした瞬間にこの左足の母子球を蹴ってスピード上げて抜くと。まあ、だからよく緩急どうすればつけますかみたいな聞くじゃないですか、うんうん、確かにこれとかソウルだよね、もう緩急だね、そうだよね、ジャブでくっついてこられた、おお、もろ緩急だね、これも緩急って言ってたから使うっすよここ、そう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 、はいはい、ヘビーステップを俺全然使わないから、確かにこれなんかめちゃくちゃ使えそうですね、めちゃめちゃ使えます、あのリスクが少ないですね、やる動作がやっぱ簡単なんで、はい、だからそのミスが少なくてなおかつそれでも抜けるっていう、あ最強です、これなんかカイリーとかもやってるよね、あめちゃめちゃやってますね、トガス選手とかガードの選手はめちゃめちゃ特に使ってます、トレイヤング、はいはい、トレイヤングはめちゃめちゃ使ってます、使ってるか、これもうガードの人絶対取得した方がいいです、でガードの人絶対やった方がいいけど、これセンターできたらもうセンターは置き去りにできる。ああうまい。おおさすが。緩急を出したい方はこれマジで覚えた方がいいと思います。おっすじゃん。プロ選手がめちゃめちゃ使う。NBA 選手もめちゃめちゃ使う。はい、まず一発目インサイドアウトで抜きます。でインサイドアウトのコツなんですけど、はい、ボールは中外インしたときに中に入れたときに逆の足をしっかりジャブ踏んで反応させてアウトです、インサイドアウトをやった後さっきと一緒で並走してこられました、はい、次は止まらないといけないですよね、はい、次パンチストップで止まるんですけどボールと同じような足が床につく瞬間に強く取る、止まることでスピードからストップでここずれて初めてここでシュートが打てる、でパンチストップのドリブルのつく位置なんですけど前についてしまったらディフェンスに近いんでしっかり出した足の横につくことで足がプロテクト守ってくれて絶対ボール取られません、前足にこれ合わせてしまったら距離がズレが少なくなるんで後ろ足に合わせることでもここでズレができるんですよ、はい、前に出したら本当にもうゼロ距離だから、うん、シュートが打てなくなっちゃう、はい、後ろに下がるとおおなるほど、こういうことになる、うまい、おそのパンチストップあんまよくやんない人とか多分大体みんな前に出ちゃってると思うんですけど、うん、今回後ろ教えてもらってこれちょっと練習してみてください、みんなスペースが作れてシュート打てるようになるんで、ね、ズレが作れないんでスペースがないじゃないですか、だからシュートが打てないんで、はい、この1歩目を 1-2 って引く、はい、引きながらリングを見ることでショットヘッジになって相手が浮いてきたところを抜く、回る、見る、はいはい、この2歩目をつけることで相手がやっぱあシュート打つって考えるんですよ、このこうやって普通に抜いてしまったら、はい、シュート打つってことを考えないんでしっかり考えさせてインサイドアウト、おお、なるほど、一回これでシュート打ってそうですそうです、意識づけてからこれやるとめっちゃ抜けるって話、なるほど、うまい、うまっ、うまっ、よくやるんでちょっとたまにはなってるから、ヘジ芸人だからはい、ということでありがとうございました、ありがとうございました、今回めちゃくちゃためになったんで、いやマジでその本当にやったことない練習がもうその何個もあったから、もうアップからだから、うん、これはなん
んか今後やってったらまだまだなんか自分のドリブルスキルとかも上がると思ったし、スペースの作り方も勉強になったし、すごいいいワードがありました。ありがとうございました。一応あの堀田さんは、一応香川県と高知県をメインに今そのワークアウトっていうのを実施していて、不定期でその全国とかいろんなところでワークアウトをやってるんで、こちら詳細はあの概要欄に貼っとくんで、ぜひ皆さんもあの堀田さんのワークアウト参加してみてください。お願いします。めちゃくちゃためになるんで。僕クレセールっていうアパレルをしてるんで、僕のインスタグラムから飛んでチェックしてみてください。お願いします、はい、チェックお願いします。お願いします。はい、こんな感じで今日は本当に堀田さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで一つだけ告知をさせてください、はい、僕らがですね、8月27日に発売したスワックドッグ T シャツなんですけど、はい、こちらまだねあの在庫ございますので、はい、でも在庫あるって言ってももう結構サイズ売り切れてきちゃってて、はい、今もう XL しかない感じですね。そうだね、もう結構僕らも予想以上に、みんなに買っていただいたというか本当にありがたい限りなんですけど、ありがとうございます。ということでそちらまだ少し在庫ありますんでね、概要欄もしくは僕らのインスタグラムからね、ぜひ購入の方よろしくお願いします。お願いします。堀田さん、高知県と香川県を中心に、スキルクリニック開催してるんですけど、はい、不定期で、まあ、全国でも、飛び回ってスキルを教えてるんで、こちら詳細概要欄貼っとくんで、はい、ぜひ気になる方は行ってみてください。ちなみに9月11日日曜日僕たちもクリニックやるんで、はい、そちらもね自分たちのインスタストーリーで詳細貼ってあるんで、はい、ぜひチェックお願いします。お願いします。で翔太くん行方はどことかいろいろと来るんですけど翔太くんはちょっと腰がね、はい、あの高校の時から悪くてバスケが今できない状況で長期休暇になります。拍手なんだここで拍手だ。特にあの皆さん心配は大丈夫です。はい、ただ元気なんでって感じなんで、皆さんご心配ありがとうございます。ありがとうございます。本日の動画がね、ためになると思った方や勉強になると思った方はね、チャンネル登録高評価コメントの方もね、はい、ぜひよろしくお願いします。その一つ一つのコメントが僕らの行動力を促進させてくれるはずです。皆さん、はい、また次の動画でお会いしましょう。バイバイバイ